はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は、炎属性のバフムート霊式がね、実装されました。炎属性っていうか氷属性の炎属性弱点のバフムート霊式が実装されて、まあ一夜経ったというところで、すでに当日ですね、昨日もう攻略動画アップしちゃったので、正直このガチャ自体別に引く必要は全くないんだけど、ないし、別に魔法パワーも今の手持ちで勝てそうだなとは思うんだけど、まあね、ラインナップ的に強いんですよ。外れがない、このガチャ。というところで、まあ、引きたくなってしまっているので、引きます。で、先ほどですね、FFRK レポートの、まあ、解説動画等もアップ しました。でも、フェス直前っていうことになるんだよね。なので、まあ、あまり無理したくないので、今の手持ちのやつだけで勝負しようかなって思ってます。はい。まあ、3月のガチャも結構いいラインナップというか、まあ、欲しいやつがポロポロ、まあ、ありそうだな。もちろんフェスも含めてね、ありそうだなというところで、はい、行きたいと思います。うん。で、まあ、そうだね。昨日アップしたのが、バハムドレシキの物理だね。うん。新ガチャなしの D 角1個でいけたから、物理はね。うん、まあ別に D 学もあの感じだと別に全然なくても30秒ぐらいいけそうだなという感じしましたが、昨日あくまで初回撃破ということだったんで、ハイスキップなったので、うん、立ち前詰めれば D 学なしでも30秒ぐらいはいけそうだなという雰囲気は感じましたね。なんだこれ、銃はバルフレアと、あと、あ、全員銃なのか。アーバインもヴィンセントも全員銃使いなのか今回。全然わかんねえ、見た目じゃ。お、アーバインだね。アーバイン、これ C ショットって何の略？クリティカルショット？アーバインだ。アーバインはね、私、覚醒2つ持ってるんですよ。覚醒2つと、この D 角って感じだね。シンクロ持ってないんで、シンクロも確か多分ドリセルにも入ってると思うから。あれ、このガチャにも入ってんだっけ、シンクロ。なるほどね。アーバインか。アーバインか。これ、クリ100付与だからね。まあ、編成によっては、これあれだ。クイナ外すってことも一応できるね。うん。はい。ということで、22連目いきたいと思います。とりあえず、まあ、一発目 D 角はとりあえずいいね。ここから被んなきゃいいけどね。もうアーバインは、アーバインの D 角はもう二度と出なくていいかな。お！いいぞ。これはいい。いいぞ。行きます、スキップ。これはいいな。これはいい。決められた石で、これはいい。で、今回のガチャで僕が一番欲しいのは、あれなんですよね。杖。あ、これ、クルルか。唯一のクルルだ。クルルの LB、じゃね、星なち、え？これよね、本当に。アーバインの信用儀か、これ。ほんとこれよね。FFRK のこの被り具合さ、やっぱおかしいよね。おかしいよね。絶対おかしいと思うんだよね。なんか、被るような、被りやすくなるようなガチャの、その、仕組みになってるんでしょうけどね。これが。ちょっと提供割合とかのところ見るとね、ちょっと怪しい文言があったりするからね、FFRK はね。いやー、まあ、アーバインセットってことか。アーバインか、なるほどね。33連目いきます。で、これがクルルの星7チェイン。クルルは、でも何気にあれだな、無料ガチャで、あれだ、覚醒とシンクロ揃ったんだよな、この間。この間っていうか、この長い FFRK 人生で、無料ガチャで揃ってきたんだよな。ただ、クルルの D 角スルーしちゃったっていうところがあるからな。はい。スキップします。かぶり怖え、マジで。もう、クルルチェインとかマジで怖え。これ、ヴィンセントの星6戦区、唯一のあれかな。うわ、ほら、これさ、ほんと、FFRK マジでやってるよな、これ。マジでやってるよなって思う、このゲーム。おかしいっしょ。この22連の間で同じやつ3つ出るんだから。マジでやってるよなって思う、このゲーム。おかしいよな、確率設定が。
普通に考えればですよ、このゲーム出現確率で言うと、ほら 1% なんだよね。で、これが11連目の確定枠が果たして何パーセントになってるか分かんないんだけどね。まあこれが単純に考えれば、このピックアップされた中の確率で、まあ何等分化されてるかって、まあと思えばいいと思うんだけど、この装備召喚注意事項ってところね、ここの項目見るとですね、怖い文言、出現確率に表示されているレアリティごとの出現確率は初期出現確率ですって書いてあるんだよね。っていうこの謎の、ね、初期出現確率っていうこの謎の文言が怖い。つまり1回11連やった時に1回初期出現確率から抽選して、その後まあその確定分出たか出ないかでまた抽選してる、まああるいは出たにもかかわらずまた抽選してるみたいな、そういうことをやってると思うんだよね。で、まあ、なんやかんや、ね、そういった計算を行われて、かぶりの装備が出やすくなっちゃってる。まあ、これは多分運営は意図してやってるんだろうけど、そういう多分仕組みになってるんだろうね。なんか、ノマガチャとかでもさ、全く同じ装備が、同じ100連内で出てきたりとかっていうこともあったりするからね。全然、過去、何度も。はい、スキップします。それって、ほら、まあ、まあ、これはあれだけどね、星6戦技なんかこれ1個しか入ってないけど、まあ、これも確率で言ったら相当おかしいことになってるよな。ね、このかぶり用ですよ。おかしいよね。44連やって星6戦技2つかぶって、新奥義3つかぶるっていうね。やばいわ、このゲーム。とか言いつつ回すのが本当バカだとは思うけどね。本当とかとね、とか言いつつ回すのはバカだなとは思うけどね。いやー、でもこれはやってると思うんですよね。マジで。怪しげな文言だよな。ちょっと本当に確率というか、そのガチャのどういう仕組みになってるか公開してほしいなって常々思う。はい。多分これでラストなんじゃないかな。ラストになります。やばいな、マジで。ま、やばいね。こんだけ持ってないのあるのにめちゃめちゃ被ってるからね。ほんとえぐいな、このゲームのガチャ。すごいわ。これはなので、皆さん確率表記通りのね、きちんと、すべての、ね、確率分かれてるっていう風には思わない方がいいと思いますね。はい、なので結構まあ僕のガチャ動画見てても分かる通り、同じものが被るっていうことが多いので、仮に皆さんがガチャ回して被ったってことがあったとしても、もうこういう被るゲームなんだって思ってね、別に皆さんの運が悪いわけじゃないですね。この ゲームのガチャシステムが悪いと思った方がいいと思います。なんかこれバルフレアかな、バルフレアっぽい気がする、なんとなく。さあどうだ、さあどうじゃ。あ、ビンちゃん、ビンちゃん、ビンちゃん、オッケー、ビンちゃん、ヴィンセントの D 角が一番欲しかった。オッケー、ビンちゃん、オッケー、ビンちゃん、ビンちゃん物理と魔法両方いけるのがでかいよな。オッケー、ヴィンセントの D 角が出た。オッケーオッケーオッケー。ヴィンセントの D 角を使ってみたのがバハムート霊式でやればいいんだな。これいけそうだね。ヴィンセント使ってみた。まあ、あとあれか。一応アーバインの D 角使ってみたもあるけど、LB チェーン出なかったね。あと、うっすら考えてたのはヴィンセントの LBG 召喚をどっかで活かせないかなと思ったんですよね。魔法ホッパーで行く場合だと、フェーズ2とかが結構厄介な、デバフ？炎属性攻撃デバフみたいなやつをやってくるから、それをなんか LBG で防ぐとか、まあ、あるいは、テラフレアか。フェーズ3のテラフレアを防いだり、あと、コードキャンセルだね。エクサレイ。エクサレイを LBG 召喚で防ぐとかっていう立ち回りもやってみたかった気がするんですが。まあ、どっちにしろもう、やめとこうか。うん、そうだね。やめときましょう。LB チェーンも結局まあ、当然のことなんなくてもいけちゃったしね。まあ、多少、もちろんね、25% 分の火力は上がるとはいえ、
まあ、あるに越したことはないけどね。やっぱ火力、ほんとフェーズ3クソ硬いんで、バフムートレー式。はい。といったところで、まあ、安定の被り具合でしたが、皆さんもね、チャレンジするときは、本当に先ほど言った通りね、被ったとしても皆さんの運が悪いわけじゃない。このゲームのガチャシステムは悪いんだと思うようにしましょう。といったところで今回ではここまでで終わりたいと思います。参考になった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。